皆さんこんにちは。今回は USJ の食べ歩きグルメ18選をご紹介します。定番食べ歩きグルメから期間限定や最新グルメまで紹介する完全ガイド編になっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。では行きましょう。まず最初にご紹介するのが期間限定のクリスマスチュリトスと角煮ドッグになります。こちらは色使いがクリスマス仕様のチュリトスになっています。期間限定のチュリトスはいろんな味が出ておりますが、2021年冬はキャラメルチョコ味でとても美味しいです。こちらの角煮ドッグは中華味の肉まんになります。 USJ にはいろいろなキャラクターの肉まん、キャラまんが販売されていますが、角煮ドッグはノーマルなタイプになります。特徴としてはキャラクターまんよりサイズが大きいので食べ応えがあります。続いてはハリウッドケータリングというショップを紹介します。こちらはアトラクションのハリドリのすぐそばにあります。ショップ前の街並みはこのようになっており、本場アメリカのようですね。3つ目に紹介するのはアメリカンホットドッグになります。食べ歩きや軽食に最適なアメリカンホットドッグです。園内の価格相場は500円から1000円程度で、レストラン内で食べる場合は2000円弱はします。そういった意味ではこちらのホットドッグは安い価格帯でしっかりお腹にたまるのでおすすめです。4つ目はビールになります。やはりビールは美味しいですね。ただし乗り物前の飲みすぎには注意しましょう。続いてはハリーポッターエリア内のフードをご紹介します。私たちが注文したのは、グリフィンドールチュリトスとホグワーツミートパイになります。こちらはチョコベースのチュリトスにラズベリーのパウダーがかかっています。パウダーが全面にかかっているので、最後まで甘いラズベリーを楽しむことができます。ミートパイの方はホグワーツの H が刻印されており、味としてはミートスパゲッティの味に近かったです。7つ目に紹介するのがホットバタービールになります。こちらはノンアルコールなのでお子様でも安心です。味としてはとにかく甘いです。通常のバタービールはバニラ&バターの風味ですが、ホットバタービールは少しシナモンの風味を感じました。飲み方は泡でヒゲを作るのがお約束ですね。続いては USJ のお土産として大人気のお菓子、百味ビーンズを紹介します。百味ビーンズには百味という名の通り、実に様々な味があります。バナナ味、ブルーベリー味、チェリー味といったオーソドックスな味もあれば、腐った卵味、石鹸味、ゲロ味などなど、味の種類は20種類もあります。腐った卵味やゲロ味は言葉では説明しにくいのですが、何とも言えない味ですので、ぜひ実際に体験してみてください。個人的におすすめなのはダンブルドア校長が劇中で食べた耳クソ味です。余談ですが、皆さんはチュリトス、チュロス、どっち派ですか？調べてみるとチュロスはスペイン語から来たこのお菓子の一般名称を表しており、チュリトスはジールハウスという会社の商品名のことだそうです。また USJ ではチュリトスと呼びますが、ディズニーはチュロスだそうです。まあ結論はどっちでもいいみたいなので、気にせず呼びやすい方で呼びましょう。続いては USJ の定番食べ歩きグルメ、ターキーレッグをご紹介します。ターキーレッグは七面鳥の肉をスモーク、燻製した食べ物になります。こちらはお肉の旨味がぎっしり詰まっており、非常にジューシーで柔らかく仕上がっています。味はしっかりスモークされているので香りが高く、
高級な燻製ハムのような味わいです。 USJ のターキーレッグは通常サイズでもかなりサイズが大きいので、1本食べるだけでもお腹いっぱいになります。次に紹介するのはルイズニューヨークピザパーラーで販売されているミニオンフード、ミニオンシュークリーム、フラッフィームース、ミニオンコーンスープを紹介します。ミニオンシュークリームは見た目が可愛く、中の黄色のクリームはバナナクリームとなっています。ホイップクリームも混ざっていて、意外とくどくない甘さとなっています。フラッフィームースはムースの上に生クリーム、ハートのマカロン、ホワイトチョコレートなどがトッピングされていて、見た目も味も可愛く仕上がっています。ミニオンコーンスープはコーンスープの中にミニオンの顔がプリントされたミルクボーロが入っていて、ミニサイズの食パンを浸して食べることもでき、寒い時期にぴったりのフードとなっています。続いては鬼滅の刃フードの紹介です。まずはエリアの前にあるレストランで食べられるレアチーズケーキとチョコレートケーキの紹介です。レアチーズケーキは縁柱煉獄さんをイメージしたケーキで、オレンジの甘酸っぱさで程よく食べられます。チョコレートケーキの方は無限列車を正面から見た絵を再現しています。その他にもこのレストランではハンバーグ、カレーのほか、さつまいものポタージュといった通常のフードも提供されています。フードカートの方では包帯でぐるぐる巻きになった善逸のどら焼きや、イノシシ感満載の猪之助のまんじゅうも販売されており、味だけでなく見た目でも楽しめる内容となっています。最後に紹介するのはマリオのフードです。マリオエリアの1階部分の奥にヨッシースナックアイランドというショップがあります。パッケージが可愛いヨッシーのアップルティーやヨッシーのラッシーに甲羅型のカルツォーネなどが販売されています。ちなみにカルツォーネとはイタリアの名物で、ピザ生地を折りたたんで作られる包み焼きピザのことだそうです。先ほどのショップの反対側にはキノピオカフェがあります。キノピオがシェフを務めるカフェで、店内も楽しい仕掛けがいっぱいです。メニューはマリオバーガーやヨッシースパゲッティ、ピーチのケーキなど20種類以上の多彩なメニューが揃っています。店内はこのように広々としたスペースになっています。私たちはクッパのハンバーグステーキ、マリオバーガー、ヨッシースパゲッティを注文しました。クッパのハンバーグステーキはほうれん草とパイでクッパの甲羅が作られており、ハンバーグはジューシーで美味しかったです。マリオバーガーはキノコ、ベーコン、チーズとボリューム満点の内容となっています。ヨッシースパゲッティはクリーミーなカルボナーラにヨッシーの卵をイメージしたポーチドエッグがトッピングされており、これまた美味しかったです。その他にも園内入ってすぐのショップにもマリオフードが販売されており、マリオの帽子をイメージしたパンケーキサンドやヒゲ付きのストローで写真映えするドリンクも販売されています。以上 USJ グルメの紹介でした。いかがだったでしょうか。今回紹介した他にも様々なフードがあるので、ぜひ実際に行ってみてください。また別動画でアトラクションについても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった、役に立ったという方は高評価、コメント、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた。